皆さんどうもこんにちは。本ようやくチャンネルのたけみです。今回は森広さんが書かれたお金の減らし方をご紹介していきたいと思います。さて突然ですが、今この動画をご覧の皆さんはお金に縛られて生きてはいないでしょうか日本では今最近話題になった老後2000万円問題によって 多くの方が死ぬ間際までお金に悩まされなければいけないという風潮になっております。ですが、それは本当なのでしょうかというのも、私たちはお金のために生きて、お金がなくなって死ぬわけではありませんよね。人生にはお金よりも大切なものがたくさんありますし、お金で買えないものも無数に存在しております。にもかかわらず、 私たちは不安感からお金に縛られすぎてしまうんです。そもそも私たちはなんでお金を欲しいと思うのでしょうか必要なものを買うためでしょうかまあ確かに生活のために絶対に必要な出費というのは存在するでしょう。例えば家賃や光熱費がそれに当たると思います。しかし、 多くの人が必要なものと思っているものは実は必要のないものであります。私たちは生活のために必要だからといってものを買いますよね。ですがそうして買ったものというのはついさっきまで皆さんの手元にはなかったものです。裏を返せば皆さんはそれがなくたってこの数十年の間生きてこられたんです。本書の結論を先に述べれば私たちは お金のために生きるのでも、生きるためにお金を必要とするのでもありません。自分が欲しいもの、やりたいことのためだけにお金を使って、お金を減らすことこそが、お金から自由になった、本当の意味で豊かな人生なんです。 皆さんはお金がないから好きなことができないだとかお金がないから生きていくことができないといつもいつも何かをお金のせいにしてはいないでしょうかですが皆さんが好きなことができないのはお金がないからではありませんその好きなことがお金をかけてまでやりたいことではないというただそれだけの話なんですですから私たちにとって大切なのはお金を増やすことではありませんどれだけ お金をかけてもいいから欲しいもの、どれほどのお金を費やしてでもやりたいということを見つけ、それにお金を集中的につぎ込んでお金を減らすことこそが人生において最も重要なことなんです。そしてそのようにお金を減らす術を身につけることで私たちは初めてお金の呪縛から自由になることができます。本日はこのようにお金を減らしお金の呪縛から自由になるために のの秘訣がが詰まままっったた本本を持って参りました繰りりしし繰返になりますが本書のタイトルはお金の増やし方というよくあるタイトルではありません。ちょっと変わったタイトルでどんな本なのか興味が湧いてきますよね。この動画で興味を持っていただけましたら概要欄のリンクからぜひ一度本書を手に取って読んでいただけると嬉しいです。それでは早速本書の内容に切り込んでいきましょう。 本日のお品書きは次の通りです。一言で使うと増えるお金の魔法、お金の価値を増やすためのたった一つの秘訣について。 二言で、低収入ほど幸せに、時間をかけて、人生を豊かにする最高のレシピについて、三言で、お金は増やすな、本当の自分を見つけるための、正しいお金の減らし方について解説していきたいと思います。それでは早速、一弦の、使うと増えるお金の魔法、お金の価値を増やすための、たった一つの秘訣から解説をスタートしていきます。さて、一弦では、まずお金の呪縛から、自由になるため、 ための第一歩として何がお金の価値を決めているのかという極めて重要なお話をしましょう突然ですが皆さんはお金ってそもそもなんだと思いますかお金は人生で一番大事なものという方もいるかもしれませんお金はお札やコインだと答える人もいるかもしれません本書の著者によればお金とはただの概念でありデータに過ぎません 最近ではマイナンバーカードを作った後にもらえるマイナポイントが電子マネーで振り込まれるなど日本でもだんだん電子マネーが普及してきましたよね。このような電子マネーは全く実体がありませんよね。ただの数字であり概念に過ぎずデータに過ぎません。 また、このようにお金が数字であり概念であるのは銀行通帳などを見てもすぐにご納得いただけることでしょう。そのような実体のない概念になぜか私たちは価値を見出すことができます。そして何よりも重要なのはこのように実体のないお金の価値は絶対的なものまではなく常に変動するということなんです。 お金の価値が変動するというのは、為替相場によって、レートが変わるという、テクニカルな話ではありません。私たちはそもそも、お金と物を交換するために使いますよね。ここでは例として、A 町のスーパーと B 町のスーパーで、全く同じトイレットペーパーが売っているとしましょう。A 町のスーパーでは、トイレットペーパーが1ロール40円でした。一方で、B 町のスーパーでは、トイレットペーパーが1ロール30円 30円でででした2つのの売られているトトイレットペーパーーーパは全く同じメーカーの同じじメカ製品ですこの場合、B 町のスーパーで買った方がお得であるということは誰の目にも明らかでしょう。ここで試しに一般的なトイレットペーパーの価値が1ロール35円であったとしましょうか。この場合、A 町のスーパーのトイレットペーパーは1ロール40円ですから相場よりも5円高いということになりますよね。つまり A 町ではお金の価値が5円分一般的な相場よりも低くなるというわけです一方で B 町のトイレットペーパーは30円ですから一般的な相場よりもお金の価値が5円分高くなります このようにお金の価値というのはそれをいつどこで使うかによって大きく変動します。同じスーパーであっても時間が経てばお惣菜は割引になったりして相対的にお金の価値が上昇しますよね。さらに、 このようにお金の価値は時間や場所によって変動するのみならず私たちの使い方によっても変動します。ここが本書の非常に大切なポイントの一つ目になっております。例えば皆さんが毎朝のコーヒーを飲むためのマグカップを買いに行くとしましょう。雑貨屋さんに行ってお目当てのマグカップがあれば当然それを購入しますよね。例えば予算500円で500円ちょっとのマグカップがあればそのマグカップ は確かに500円分の価値があると言えます話を分かりやすくするため極端な例を挙げますが雑貨屋さんに行ってお目当てのマグカップがなくて代わりにお皿を買ったらどうなるでしょうか500円のお皿ですこの場合 お皿は本当に500円の価値があるでしょうかいらないものを買ってしまったわけですから、当然そのお皿に500円分の価値はありませんよね。このようにお金の価値は時間や場所のみならず、皆さんがその商品を本当に欲しているかどうかでも大きく変動するんです。今挙げたのは極端な例でしたが、しばしばこんなことはないでしょうか洋服屋さんに出かけていって、とても素敵なお洋服を見つけました。 しかし、どうしても自分にぴったりのサイズがありません。自分にぴったりなサイズは M サイズなのに、お店にあるのは L サイズだけです。そんな時に無理をして L サイズを買った場合、ぴったりの M サイズを買った時に比べて、満足度は大きく下がることでしょう。そのため、M サイズを買った場合に比べ、L サイズを買った時のお金の価値は大きく低下しております。 つまり私たちは自分が本当に欲しいものを買った時にこそ手元のお金の価値を最大化することができるんです。さてどうでしょうにもかかわらず私たちは自分の本当に欲しいものにお金を使いません。生活にどうしても必要だから買うというのならばまだわかるにせよ。そうでさえなく私たちは他人のためばかりにお金を使っているんです。先ほど挙げたように本来 自分の満足度こそがお金の価値と比例するはずなのに、私たちはそこについつい他人の基準を持ち込んでしまいます。私たちがその商品を買った時、他人がどう感じるのかということを想像し、そのような他者の尺度を基準にして買い物をしてしまうんです。このような他者の尺度を基準とした想像上のお金の価値を著者は妄想的な価値と呼んでいます。 このような妄想的な価値は自分以外の人がその商品を持っていた時自分がどれほど羨ましく感じるかを基準としていると著者は言います。私たちはこのような妄想的な価値に縛られることによって人に見せるために本当に欲しくないものを買います。最近では若者のみならず中高年の間でも Facebook をはじめとする SNS が流行ってきましたよね。そこでは自分の持ち物を 自慢したり自分の行ったお店の食べ物を写真に撮ったりして人に見せるということが流行しておりますもちろん 多くの人は、初めのうちは自分が行きたい場所や自分が欲しかったものにお金を出して、そのついでに写真を撮って人に見せていたのでしょう。ですが、そのうち目的が逆転していくんです。つまり、写真を撮って人に見せるために物を買ったり、人に見せるために、いわゆるインスタ映えするようなスポットに出かけていったりするようになるんです。 これは SNS をやっていない人にももちろん当てはまることであります。普段はホームセンターで売っている980円の時計で満足しているのに、ちょっとした集まりの時に奮発して1万円もする高い時計を買ってしまったなんていう経験がある人いらっしゃいませんか皆さんは 今まで980円の時計で別に満足できていたわけですから新しい時計との差額である9020円は皆さん自身の満足のために使ったお金ではありませんそれは完全に人に見せるために使ったお金なんです人に見せるために使ったお金というのは先ほども申し上げた通りで妄想的な価値しかありません つまり、その9,020円は、あなたにとって価値があるのではなく、100歩譲っても、他人にとっての価値でしかないんです。もっと言えば、あなたが980円の時計を身につけていようが、1万円の時計を身につけていようが、正直言っちゃえば、他人はそんなこと全く気にしていません。ですから、その9,020円は、他人にすら価値がないと言えるでしょう。 このように人に見せるためにお金を使うというのはお金の価値をほぼゼロに近いところにまで暴落させお金をドブに捨てるのと全く同じことであるとぜひ覚えておいてほしいです。そして 重ねてになりますが、お金の価値というのは、それを使った場合に、私たち自身がどれだけ満足するかによって決まります。他人のために使ったお金は、決して私たちを満足させません。ですから、お金を使う際には、そのお金を使うことで、自分自身がどれほど満足し、どれだけ楽しい経験ができるのかを想像して、お金の価値を見極める必要があるんです。 つまり、お金の価値の基準となるのは、私たちのフィーリングであります。為替相場や株価など、難しいテクニカルな話ではありません。お金を使って、私たちが気持ちよくなれたのならば、お金の価値は上がりますし、お金を使って、私たち自身が気持ちよくならなければ、お金の価値は下がってしまうんです。とてもシンプルで簡単なことですよね。このような、シンプルな大原則を、しっかりとご理解いただいて、 たととこころでもう一つ大事なことがあります今申し上げた通り、お金の価値の基準となるのは私たちのフィーリングだけですから、商品の値段はお金の価値の基準とはならないということです。市場原理から私たちは高いものは価値があるもので、安いものは価値のないものであると考えがちです。しかし、真実は全くそうではありません。どれだけ高い時計であっても、皆さんがそれを欲しくな なければ全く無価値なものですしどれだけ安い靴であっても皆さんが本当にそれを欲しいと思えればものすごく価値の高いものとなるんですお金の価値があなた自身のフィーリングで決まるのと同じようにお金と交換することで手に入るものの価値もあなた自身が決めることです このように物の値段に左右されなくなることが私たちがお金の呪縛から自由になる第一歩であると言えるでしょう。皆さんはネットで買い物をするときに必ず複数のものを比較しますよね。その時の比較の基準となるのはやはり値段ではないでしょうか。ですが一旦このような値段による比較を度外視してみれば皆さんの選択肢は一気に広がるはずであります。値段という偽の価値から解放され ことによって皆さん自身が本当に欲しいものを純粋な気持ちで見極めることができるようになるんです。 ただし、本当に欲しかったものが安いものであればいいんですが、場合によっては値段による比較を度外視したがために、本当に欲しいものがちょっと高すぎるなんていうケースもあるのかもしれません。そのような場合の対処法など、より具体的なお話については、続く二件でご説明していきたいと思います。とにかく今は、お金の価値というのは、私たち自身のフィーリングで決まり、他人の基準や市場の値段で決まる るものではないということだけ頭にぜひとも叩き込んでおいてほしいと思います。さて、いかがでしたでしょうかそれでは、一旦この辺で一元の内容をまとめておきましょう。一元まとめこの一元ではお金の価値を増やすためのたった一つの秘訣についてご説明いたしました。個人的にもかなり重要な内容だったと思います。ポイント1 お金というのはあくまでも概念であり、実体がなく、時と場合によって値段が容易に変動する。 ポイント2。お金の価値を規定する基準はたった一つしかない。そのお金を使って得られる対価が私たちが本当に欲しいものかどうか。それだけが唯一の価値基準である。故に、本当に欲しい商品を買えばお金の価値は上がり、欲しくない商品にお金を使えばお金の価値は下がることになる。 ポイント3私たちはしばしば自分たちが欲しいかどうかではなく人に見せて定裁が良いかどうかを基準として買い物をしがちであるまた市場原理から我々は高価なものには価値があり安価なものは価値がないと思い込んでしまうそのような妄想的な価値や偽の価値から自由になることで私たちはお金の呪縛から逃れることができるのだ それでは次2限で、低収入ほど幸せに、時間をかけて人生を豊かにする最高のレシピについて解説していきます。さて1限では、 お金の価値はそれを支払うことで得た対価を私たち自身が本当に欲しているかどうかで決まるというとても重要なお話をいたしました。本当に欲しいものに対してだけお金を使うことによって私たちはお金の呪縛から初めて自由になることができたんですよね。とはいえ、そんな本当に欲しいものがあまりにも高価なものだったりしたらどうすればいいのでしょうか続く2元ではお金から自由になって本当 の幸福を得るために私たちがどのようにお金というものに向き合っていくべきかというより実践的な内容を解説していきたいと思いますさて本当に欲しいものを手に入れるためには多かれ少なかれ当然お金が必要ですよね欲しいものを買うためにお金を貯めなければいけない時お金を貯める方法は2つしかありません収入を増やすか支出を減らすかの2つです 私たちのお財布の収支というのは非常に単純で、お金を使えばマイナスになりますし、お金が入ってくればプラスになります。 あまりにも単純すぎて小学1年生でもわかるお話ですですが多くの人は収入をプラスにすることも支出をマイナスにすることもできませんそれは一体なぜでしょうか皆さんはそのように聞かれてきっと自分には副業をする能力もないしこれ以上生活を切り詰めることもできないと答えるのではないでしょうかですが厳しいことを言うとそれは単なる言い訳に過ぎません収入が増えず 支質も減らないのは皆さんが本当に欲しいいものがななからなんです皆さんは学生の頃などにどうしても旅行に行きたい場所があって生活のあらゆることを切り詰めて貯金をしたという経験はありませんか あるいは初めてできた彼氏彼女に誕生日プレゼントをあげるために必死にバイトをしてお金を貯めたという経験が一度くらいはあるでしょう。このように本当にやりたい、本当に欲しいと思えるものがあるなら私たちは生活をいくらでも切り詰めることができますし、いくらでも仕事を頑張ることができます。そして、 ここでのポイントは、本当にやりたい、本当に欲しいと思えるならば、その目的のために生活を切り詰めて支出を減らしたりとか、仕事を頑張って収入をプラスにすることは、決して苦ではないということなんです。むしろ、 本当にやりたいことや本当に欲しいという目標があればこのように節約したり仕事を頑張ることは楽しいこととなります。本当に手に入れたい目標があれば私たちは全てのことを楽しめるようになるんです。このようにある特定の目的のために必死になるという経験は自分の人生にとって何が価値があるのかを理解する大きな手助けとなってくれます。 多くの人は自分にとって何が本当に価値のあることかを知りません。ただなんとなく生きて、ただなんとなく死んでいくんです。 ですが、自分にとって本当に価値のあることを知っている人は人生をより有益に過ごすことができます。なぜならば、そのような人にとっては日々の生活が自分にとって価値のあることに進んでいくための輝かしい道のりとなるからです。そのような張り合いのある人生を生きるために、まず第一に、どのようにすれば自分が満足できるのかを私たちは知る必要があるんです。 一元で申し上げた通り、あらゆるものや体験の価値を決めるのは、私たち自身の満足度に他ならないからです。 ですが、私たちは子供の頃から他人の目を気にしたり、商品棚の値札ばかりを見ることで、自分自身の価値を見極めるための判断力が鈍ってしまっているんです。自分が一体何をしたら楽しいと感じるのか、何をしたら満足が得られるのかを自分自身で知らないんです。 皆さんの中に特に趣味もなく急に仕事や家事が暇になると手持ち無沙汰で何をしたらいいのかわからなくなってしまうという方はいませんか複数人で遊んでいると楽しいのに一人になると何も楽しめず。 途端に寂しくなるという人はいらっしゃいませんでしょうかそんな皆さんは仕事や家事、他人など自分ではないところに人生の重きを置いてこれまで生きてきてしまったんです。ですがそのような自分の外側には本当の価値は存在しません。自分自身のフィーリングによって決まる本当の価値を見極めるための第一歩はまず自分が何を楽しめるのかを知ることから始まるんです。このように 言うとそんなこと言ったって自分は何を楽しいと感じるのか何に満足するのかが分かりませんという人いるでしょう自分が何をするのが楽しいのか あるいは何をしたら満足かを知るための方法はたった一つしかありません。自分が楽しめそうなことをとにかくどんどん試してみるこれ以外に方法ないんです。めんどくさいなぁと思うかもしれませんが自分にとっての本当の価値を見つけるという超重要な旅にショートカットなどありません。 これはただ泥臭く、ひたすら数をこなして試すしかないことなんです。砂浜の中で一粒の砂金を探すのと同じように、これまで楽しいことが何一つなかった人にとっては、自分探しは確かに最初のうちは大変でしょう。自分は音楽が好きなのか、それともスポーツが好きなのか、はたまた食べるのが好きなのか、何一つわからず、 手探りで始めなければいけないわけですから、難しいのは当然です。ですが、手当たり次第、いろんなことを経験していくうちに、だんだんと自分がどの方向性が好きなのかが見えてきます。自分が体育会系なのか、文化系なのか、文化系ならば、その中でも音楽系なのか、美術系なのか、 このように一つのことが見えてくると次々と関連したものに興味が湧き起こり複合的な楽しみが増えていくことでしょう。自転車は漕ぎ始めは大変ですがスピードに乗ると軽く漕ぐだけでも前に進みますよね。それと同じで自分が何を好きなのかを見つけるのは最初は大変です。ですが ちょっとずつ自分のことがわかるようになってくると、そこから一気にどんどん好きなものが見つかるようになるんです。ただし、ここで一点だけ覚えておいてほしいことがあります。それは、私たちが年を取るのと同じように、私たち自身の感性も年を取っていくということです。そして、感性が年を取るのと一緒に、私たち自身の価値も変化していくんです。 物体が劣化するのと同じように、私たちの楽しいなどのフィーリングも時間とともに劣化していきます。そのため、かつては楽しいと思えたことが、楽しいと思えなくなることもあるでしょう。そのような時には諦めずに、素直にフィーリングに従って、またもう一度楽しいことを探す旅に出かければ良いのです。 ですが、人生の中でたった一つだけ劣化しないものがあります。それは私たちがある目標を目指して進んでいる時の輝きであります。先ほどの例のように学生の頃にどうしても欲しいものがあってバイトをしている時皆さんは最高に輝いていましたよね。一度手に入れてしまったものは劣化することがあってもそのように夢や目標に向かって突き進んでいる自分自身の 思いは決して劣化することがありませんということはつまり、私たちは欲しいものを最短ルートで手に入れる必要は必ずしもないんです。むしろ、最短ルートで手に入れたものはすぐに飽きてしまうでしょう。なぜなら、先ほども申し上げた通り、物体が劣化するのと同じように、私たちの気持ちもまた時間とともに劣化していくからです。ですから、 欲しいものを無理に借金をして手に入れるというのは決して良い方法ではありません。むしろ少ない収入でコツコツと貯金をし、目標が達成されるのを後回しにした方が人生はより豊かになり、達成された目標はより価値の高いものとなるんです。 つまり、時間をかければかけるほどに、私たちは同じ値段で、より価値の高いものを得られることとなり、結局その方がお得になるというわけなんです。この考え方こそ、まさに投資です。投資といっても、株式に投資したり、NISA や IDECO をするという意味の投資ではありません。より高義な意味の自己投資です。例えば、皆さんがどうしても欲しい車があるとしましょうか 新車で買うと考えれば、ローンで1ヶ月後に買おうが、必死にお金を貯めて10年後に買おうが、その車自体の性能は一定です。つまり、物体自体の価値は時間をかけても変化しないということです。ですが、その車に対する皆さんの思いは時間をかけることによってどんどん強くなっていきます。10年間、必死に節約をしてお金を貯めてやっとの思いで買った車は、皆さんにとって 最高の愛車となるでしょう。その愛車でドライブに出かけた思い出や経験は皆さんの人生の宝物となるはずです。つまり時間をかけることで上がる価値は物体の価値ではなく皆さん自身の人生の価値なんです。たとえお金がなくともこのように時間をかけることによって私たちは自分自身の人生に 投資することができます。著者自身、お金を運用するという、いわゆる競技の投資には全く興味がないとおっしゃっています。なぜならば、資産運用という意味での投資は、たとえ元本が増えることはあっても、自分の気持ちや楽しみの増大をもたらすことはなく、人生の価値を上げてはくれないためです。 一方で、たとえ収入が少なくても、目標に向かって必死に働いたり、節約してお金を貯めるということは、私たち自身の人生に対する投資として、非常に運用効果の高いものになります。このように考えることで、私たちはお金の呪縛から自由になることができるんです。とはいえ、自分の持つ全財産を、やりたいことや欲しいことにつぎ込んでしまうと、私たちは住む家も、食べるもの もなくなってしまいますから著者は収入の2割を好きなことに使うのが良いとおっしゃっています日々の生活に必要な支出を収入の8割に抑え残り2割を自分の目標に向かって全力投球すればいいんです 自分の本当にやりたい目標を見つけ、それに向かって時間と労力を費やすこと。これこそが人生を豊かにするための最高のレシピなんです。さて、いかがだったでしょうか二元ではなかなか深い話をしてきましたよね。この辺で二元の内容をまとめておきましょう。二元まとめ。この二元では時間をかけて人生を豊かにする最高のレシピについてご説明いたしました。 ポイント1お金を貯めるには収入を増やすか支出を減らすかの2択しかない多くの人はどちらもできないと嘆くがそれはただ苦労してお金を貯めてまでやりたいことや欲しいことが特にないためであるポイント2 本当にやりたいことや本当に欲しいものが見つかれば私たちはおのずと仕事を頑張り必死に節約しようとするそのように目標に向かって必死に頑張った経験こそが私たちの人生を豊かにし目的とする商品や行為の価値をさらに底上げすることになるポイント3 欲しいものがあるとき、借金をして最短ルートでそれを手に入れることは、欲している対象の価値を低めることとなる。むしろ少ない収入でも、欲しいもののために時間をかけて頑張った経験こそが欲しいものの価値を高め、ひいては私たち人生そのものの価値を高めてくれる。それでは次3言で、お金は増やすな。本当の自分を見つけるための正しいお金の減らし方について解説していきま さてここまでで私たちが本当にやりたいことや本当に欲しいものに使うお金にこそ価値があるんだということそしてその目標に向かって頑張ることこそが人生の価値を高めてくれるんだというとても重要なお話をしてきました。 そこで、この動画の最後となる3言では、目標に向かって努力し、ようやくお金を得たとき、いかにそのお金を使うのかということについて、要約してまいりたいと思います。まずは、 これからご紹介していく本当の自分を見つけるための正しいお金の減らし方を最初にまとめて発表しておきましょう。それは次の3つになります。本当の自分を見つけるための正しいお金の減らし方1、お金を減らすほど金持ちになる魔法の方法2、受動的な消費ではなく、能動的な消費をする3、お金を貯めるを目標にせず、お金を減らすを目的にする ではそれぞれ具体的に一つずつ取り上げて分かりやすく解説していきます。それでは早速一つ目の本当の自分を見つけるための正しいお金の減らし方。お金を減らすほど金持ちになる魔法の方法について解説していきます。さて、自分の本当にやりたいことや本当に欲しいもののために頑張ってお金を貯めるとき、最終目標はお金を貯めることではありません。 自分の本当にやりたいことや欲しいもののためにお金を使うこと、つまりお金を減らすことこそが私たちの最終目標となります。これが本書のタイトルがお金の増やし方ではなくお金の減らし方であるゆえんです。著者は、 好きなものに敏感だとお金持ちになるとおっしゃいます。自分にとっての本当の価値にお金を使うようになり、自分の本当にやりたいことや本当に欲しいものを見つけるのが上手になると、自分が欲しいものを常に探そう探そうとするようになります。そのように常に情報収集をしていると好奇心が旺盛になるため、お金を儲けるためのヒントもおのずと舞い込んでくるんです。つまり、 お金を減らすことを目標にして生きることがむしろお金が入ってくるきっかけとなるんです。そのため好きなものに敏感な人はお金を減らすことによってむしろお金が増えるという好循環に入ることができるんです。さてそれではここまでで一つ目のお金を減らすほど金持ちになる魔法の方法についての解説を終わりにし次に行きます。それでは次二つ目の本当の自分を見つけるための正しいお金の減らし方 また受動的な消費ではなく能動的な消費をするについて解説していきますさてこのように自分のやりたいことを探求しているとやりたいことが 単なる受け身の消費ではなくなってくるでしょう。初めの頃はやりたいことや欲しいものというのは受け身の消費であることがほとんどだと思います。あの商品が欲しいよとか、あのアトラクションを経験してみたいなど、それらは全て他人が用意したことにお金を払うという受け身の消費です。ですが、 一歩踏み込んで探求や研究といった能動的な欲求になると、それは単なる消費ではなくなってくるんです。なぜならば、その欲求を満たす過程で知識を得たり、技術を習得したりできるようになるためです。 このように、能動的な消費をするようになると、私たち自身の価値がどんどん高まっていきます。やりたいことをやって、自分自身の見分や能力が高まり、さらに次のやりたいことにつながるという好循環が生まれるんです。それではここまでで二つ目の、受動的な消費ではなく、能動的な消費をするについての解説を終わりにし、次に行きます。それでは次三つ目の、本当の自分を見つけるための正しいお金の 減らし方、方お金を貯めるを目標にせず、お金を減らすを目的にするについて解説していきます。さて、このように自分の本当に欲しいものややりたいことのためにお金を使うことは、あらゆる点で好循環を生みます。 だからこそ、老後2000万円問題などに惑わされてはいけないと著者は言うんです。欲しいものややりたいことがあるわけでもないのに、いたずらに貯金をすることなど、何の意味もありません。お金を貯めるのではなく、むしろお金を減らすことを目標とすることで、私たちは自分自身が本当に欲しているものに気づき、人生の価値を最大限に高めることができるんです。 それでは、この辺で3言の内容をまとめておきましょう。この3件では、本当の自分を見つけるための正しいお金の減らし方についてご説明いたしました。ポイント1、お金を減らすほど金持ちになる魔法の方法。自分が本当にやりたいことや欲しいものを探求していく過程で、様々なことに対し常にアンテナを張るようになると、お金を儲けるヒントも舞い込んでくる。すると、お金を使うことで、むしろ お金持ちになるという逆説が生まれる。ポイント2。受動的な消費ではなく、能動的な消費をする。やりたいことを突き詰めていくと、単なる受け身の消費のみならず、自分自身のスキルアップが図れるような、能動的な消費ができるようになる。ポイント3。 お金を貯めるるをををを目目標ににせずおお金金減らすを目的にす的貯めるのではなくむしろ本当にやりたいことのためにお金を減らすのを目標とすることで私たちは自分自身が本当に欲しているものに気づき人生の価値を高めることができる。 本日は以上ですこの動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いしますまた他にも役立つチャンネルをやっておりますので概要欄のリンクからチェックしてみてください今画面に出ている最新動画おすすめ動画もチェックしてみてください本日はご清聴ありがとうございました